ザ・ラストバトル。リアルな戦闘が注目の RPG。 プレイヤー自身が戦闘時の作戦を立てたり魔法を作ることができる。ファンタジー RPG エストポリス伝記の続編。プレイヤーの分身ともいえる主人公のマキシムと冒険に旅立とう。RPG 風ボードゲームシリーズ第2弾。今回は新たにシナリオ制を導入。ポリゴン戦士たちが戦う対戦型格闘アクション。滑らかで迫力のある動きに注目。この画面は開発中のもの。1995年3月発売予定。あの名作テトリスがまたまた登場。4人同時プレイなど新しいモードが追加されている。生産場を調教師に預けて任せるなど、ユーザーの要求が強かった機能を満載。もちろん馬のデータも最新のもの。人気キャラクターボンバーマンがアクションパズルゲームになった。脳天爆発確実。キャラクターワギャンが活躍するアクションゲーム。愉快痛快な仕掛けが満載の全29ステージと12のミニゲーム。人気者パックマンが主人公のパズル性あふれるアクションゲーム。4つの能力を駆使し出口を目指す。パックマンは泳ぎも得意。小説や漫画で人気を博したプリンセスミネルバが RPG となってスーパーファミコンに登場。ただ勝つだけではなく見せるプロレスを目指そう。興行モードが新しいリアルなプロレスゲーム。4人まで対戦が楽しめる未来感覚いっぱいのレースゲーム。7つのモードと55のコースが君を待ち受けるぞ。日本全国を舞台にした RPG。 実際に制作したモンスターを取り込んだ戦闘シーンは迫力満点。人気プロレスゲームの最新作。100人以上の選手、600を超える技を駆使してリングの頂点に立つ。ドラマティックなシミュレーション RPG。 キャラクターはファイナルファンタジーシリーズの天野義隆によって描かれている。コミカルなシューティングゲームがアーケードから移植された。オリジナルの要素もふんだんに盛り込まれてるぞ。両手に鋭利な爪を持ったミュータント、ウルバリンがマッドサイエンティストを倒す大興奮のアクションゲーム。94年はまさに次世代機戦争に揺れたゲーム業界。スーパーファミコンにおいてもスーパードンキーコングの発表で今までにない映像の美しさを追求したソフトが登場した。そこでゲーム業界行く年来る年チェック。他社の気になるソフトも聞いちゃうぞ。今年いろいろなことあったと思うんですけども、はい、今年の重大ニュースというと何でしょうね。次世代機騒動かなと。でまあ騒いだ割には最終的にはどうなるのかなっていうところで、僕も業界人の一人として興味を持って見てますけどね。バーチャルボーイいかがでした？まあ、バーチャルボーイはすごいと思いますよ。まあ来年の一つの大きなムーブメントになるんじゃないかなと思います。他社のですね気になるソフト、はい、まあまあ、クロノトリガーとかドラクエとかその辺のやっぱ大物 RPG は強いですからね。その辺じゃないですか。開発中のイチオシなんてあるんですか？開発中のイチオシはですね、これが重大質問なんですね。言えないんですよ。残念ですね。じゃあですね、はい、他社の気になるソフトなんてあります？個人的に他社の気になるソフト、個人的にやっぱりあのね、エニックスさんとかスクエアさんとか、そういうのは、気にしてますけど。どっち買ってます？どっちも買ってますよ、それは当然、はい、今年もですね、講師ともにいろんなことあったと思うんですけども、まず講の部分でですね、この業界の重大ニュースというと何でしょうね。そうですね、やっぱりまあ、バーチャルボーイですとか、まあ、ウルトラ64といった、まあ、やっぱり次世代機というのがやっぱりどんどん発表されて、まあ、新しいどんどん、まあ、ゲームの世界が広がってきたとっていうのはやっぱり一番大きな事件だったと思います。今年いろいろあったと思いますけども、重大なニュースと言いますと何でしょうね。そうですね、スーパーストリートファイター2、まあ、スーパーミコン版で発売されたのと、あと次世代機
参入決定ですね。他社のですね気になるソフトっていうか、そうですね、まず任天堂さんのバーチャルボーイは楽しみにしてます。他社のですね気になるソフトって何かありますか？やはりみんな全て気になりますね。個人的には、個人的にはやりたいのはドンキーコングですね。いろんなソフト出てるわけですけども、はい、個人的にですね、はい、どこのソフト気になります？僕は個人的な意見としてはやっぱりエニックスさんのドラクエ6が早くやりたいなと思っております。ドンキーコングの CG なんてのはすごいですね。綺麗ですよね。なんでスーパーファミコンであそこまでできるのかっていう感じですけどもね。本当にあれは次世代機のものって感じですもんね。スーパーファミコンでは絶対今までできなかったですから。ということで1位はやはり次世代機の登場。気になるソフトはスーパードンキーコングでした。テレビ朝日 ABC 系列で毎週木曜日夜7時30分から大好評放映中のアニメ魔法陣ぐるぐるがスーパーファミコンゲームになりました。この魔法陣ぐるぐるはアニメのキャラクターの可愛らしさや独特の世界観はそのままで、単なるキャラクターゲームで終わらない、今までにない全く新しいゲームシステムを採用。スリリングで戦略性のあるゲームとなりました。その一つに魔法陣アクティブバトルシステムがあります。魔法陣アクティブバトルシステムとは X、Y、A、B の各ボタンと十字キーの組み合わせでリアルタイムに魔法陣をプレイヤー自身が描き戦闘する新しい戦闘システムです。4つのボタンはそれぞれ風、光、命、炎の魔法陣シンボルが割り当てられており、ボタンが押されるとカウンターバーが下がり始めます。プレイヤーはこの間に十字キーを素早く操作し魔法を発生させます。間違えると魔法が出ない、あるいはとんでもない効果が起きてしまいます。この戦闘はリアルタイムで行われるので、プレイヤーはスリリングな戦闘を楽しむことができます。それではまず召喚魔法を見てみましょう。アニメでおなじみのユニークなキャラクターやゲームオリジナルのキャラクターを戦闘に呼び出して敵と戦わせることができます。キャラクターの動きもアニメさながらにユニークです。次に通常魔法、火の玉攻撃や雷撃、ククリやニケがダメージを負った時には回復など、どれもリアルタイムのスリリングな戦闘。プレイヤーの指先一つが勝負の行方を左右します。そして敵のモンスターたちも負けじとばかりユニークな攻撃の数々でニケとククリを苦しめます。全てのモンスターが全てある攻防法で仕掛けてきます。見ていくときっと楽しめることは出会いです。次にこの魔法陣ぐるぐるの最大の特徴をご覧ください。ダンジョン内を移動中、ククリに魔法陣を描かせることでモンスターを罠にかけることができます。この罠の魔法陣はその描き方で発揮する効果が変わります。この魔法陣ぐるぐるでは闇雲にモンスターと戦闘を繰り返していてはとてもクリアはできません。いかにうまく罠の魔法陣を仕掛けていくかが最も重要な鍵となります。
このスーパーファミコンゲームソフト魔法陣ぐるぐるは来春の発売に向けて会長に制作進行中です。大好評放映中のアニメともども乞うご期待。熱血大陸バーニングヒーローズ。人は水や緑を渇望してやまなかった。アストラリアという浮遊大陸に住んでいた時代のことである。アストラリアの眼下には豊かな大地が存在した。ある時人は本能の赴くままに大地へと降り立った。星の扉という名の光の道を開いて、この熱血大陸バーニングヒーローズには主人公が8人用意されている。プレイヤーはその中から1人を選択し、この世界の冒険に旅立つのだ。そして選択する主人公によって大きく異なるシナリオが4種類。それぞれ目的も敵となる悪の集団さえも異なる物語なのだ。この龍の場合は幼い頃に父親に見捨てられ、そのあまりに自己中心的な考え方を嫌い、一人前の戦士となって父親をいつの日か見返すことを目標としている。そのために様々な試練に自ら進んで立ち向かい、旅を続けているのだ。さてここで熱血大陸バーニングヒーローズの大きな特徴の一つであるフォーメーションバトルを紹介しよう。旅の途中で仲間にできるキャラクターは最大で4人。主人公と合わせて5人パーティーでモンスターと戦うのだ。そして戦闘はフォーメーションを選ぶことで行われる。扱えるフォーメーションは主人公のレベルアップや旅の途中で入手。主人公が8人いるこの熱血大陸バーニングヒーローズにはなんと100種類以上ものフォーメーションがある。このフォーメーションにはそれぞれ意味があり、戦闘時の各キャラクターの行動を決定づけ、その上パーティー構成によって同じフォーメーションでも効果が変化するから、ゲームを攻略していく上での大きなポイントになるだろう。また戦闘画面の右下にある熱血値、これは主人公が攻撃されてダメージを受けるごとに増えていき、 100% になった時には主人公だけが使用できるバーニングドラゴンを召喚、敵に大ダメージを与え一発逆転を狙えるのだ。ここで8人の主人公のうち基本になる4種類のシナリオの主人公を紹介しよう。まずは熱血ファイターの龍。天真爛漫でお金が何よりも大好きなお宝ハンターのライラ。乱暴者で周囲の人々の評判も悪いが、実は友達思いで親友の敵を討つために旅立つ弾丸ファイターのガオ。そのがっちりと身を固めた鎧の上からは想像もつかない好奇心の塊の痛い気な少女、マジカルファイターのナーガ。彼らのシナリオをクリアすると残りの4人のストーリーで冒険できるのだ。そのシナリオはちょうどついを成しており、前に体験したイベントなどをまるで正反対の立場で再び体験できる。もちろん主人公キャラクター同士の戦闘もあり、同じシナリオでありながら先の読めない緊張感で楽しむことができる。この熱血大陸バーニングヒーローズ、来春の発売に向けて絶好調制作中。
さあ熱血召喚。数々の名作ヒット作を生んだ桃太郎シリーズ佐久間明、奇想天外なストーリーで傑作を送り続ける天外魔境シリーズ広い王子に続く期待のハドソン第3のクリエイター原博明、代表作である超人気キャラクターモグラ組をはじめ魅力的なキャラクターを送る原博明率いるクリエイター集団バースデイが温め続けてきたとっておきの超大作 RPG いよいよ登場です。スーパーファミコン大怪獣物語。昔々シェルドラドと呼ばれる平和な怪獣島が暗黒の大魔王パット・バジャーに襲われ、火・水・大地・大気の怪を称えた4人の勇者たちによって壮絶な戦いの末大魔王をオーラの玉に封印したのであった。がしかしその代償として火の怪だけが遥か遠くへ飛ばされてしまった。時が過ぎて突然の巨大隕石の飛来によってシェルドラドは悪夢の再来に直面して最後の望みを火の会の勇者に託すのであった。冒険は長くて厳しい旅。このゲームではスーパースケットと呼ばれる冒険を一緒にしてくれるスケットや困った時の強い味方や職人肌のスーパースケットたちが全部で23人揃いプレイヤーを助けてくれます。今までの常識を大きく打ち破ったのがこの華麗にして超ド迫力なジオラマチックバトルです。画面上から邪魔なウィンドウを取り除き画面いっぱいにバトルシーンを再現。戦闘背景はイラストの原画を直接取り込んだこだわりのグラフィックに仕上がり、敵モンスターたちは個性豊かに迫りこれまでに見たことのない美しさと奥行きで最高潮にバトルを盛り上げてくれます。さらに魔法をかけた時のド派手なアニメーション、戦闘の時に各キャラクターが見せるリアクションも見逃せません。まさに臨場感あふれる、見ているだけでドキドキする見せる演出がなされているわけです。見せるといえば立体感あふれる陸3段階海3段階という凝りに凝った60構造フィールドマップはただのお飾りだけじゃありません。深い深い海の底にも冒険への多くの謎が隠されているのです。この他それぞれのキャラクターにどの魔法を使うかインプットすることができる作戦システムや自分の家を建てオリジナルの街を作るわが町システム、そして冒険がもっと広がる助っ人たちのサイドストーリーも楽しめます。24メガ超 RPG スーパーファミコン大怪獣物語。4つの怪が出会う時伝説は蘇る。ジオラマチックバトル、戦えスーパースケット大怪獣物語。買わなきゃハドソン。で行われた日本テレネット新作ゲーム発表会は熱い熱気に包まれた。さまざまなパチンコゲームをはるかに凌駕する究極のパチンコシミュレーションゲームが今その全貌を表す。
本物のパチンコ台を如実に再現。4機種40台のパチンコ台はそれぞれの国が異なる実戦に近い設定。国の微妙な変化もバッチリチェックできるから気分はすっかりパチンカーね。初心者にも親切な解説をしてくれる解説モードも用意してるから安心よ。フィーバービーバーに搭載されるパチンコ台は全部で4種類。あなたのお気に入りの台でレッツフィーバー。最新機種がフィーバービーバーに早くも搭載。あのパチンコ業界でも話題騒然の超最新機種フィーバーファイター1が搭載されます。やったー。スーパーファミコン用ソフト環境フィーバービーバーパチンコ実機シミュレーションゲーム、日本テレネットより10月末発売予定です。お楽しみに。世界の熱い興奮が今よみがえる。ゲームを完全生中継、実況ワールドサッカー好評発売中。コナミついに出た極上のギャグシューティング、ゴエモンも登場してパワーアップ。極上パロデュース好評発売中。激激激激激安のゲームソフトが欲しいのさ。モリ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 たくさん専門店のブルートさん。買い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 たいの日本全国ブルートで。買い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 たいの日本全国ブルートで。日本全国ブルートで。ゲームソフトは任せなさい。トータルアミューズメントショップブルート。ブルートウィンターバザール実施中。マル秘探検隊が行く。まあですね、会場内にぎわってますけども、そうですよね、これからいろんなゲーム会社のゲーム機を試してもらおうということで、まあちょっといろいろ辛口の批評も出ると思いますので、まあね、私も顔を見られるとまずいんで、サングラスなんかをしてみましてですね。いや、まず一番目には何がいきましょう。そうですね、僕コナミさん好きなんですよ、基本的に。あ、コナミさんもですね。で、やっぱりコナミさんといえば、ゴエモンでしょ。僕は個人的にはこれすごく好きです。で、なんかこれ変身システムとかいうのが搭載されたみたい で、でそれが結構楽しいですよ。でこれはもう絶対、一番のおすすめ買いです。まあただなんかあるっていうのは特に見当たらないんだけど、なんかある。そうっすね、まあちょっと前作に比べると多少軽いかなっていう気はしましたね。軽い、まあそういう意味では、まあ、バカバカしさを強化してよりまた違ったゴエモンの一面を見せようとしたんですね。そうそう、だってこれバカバカしくなかったら面白くないもん。そりゃそうですよね。このバカバカしいとこが一番面白いんだから。うん、ダメだよ、それが分かんなきゃ。もう資料足りませんね。ダメ、あのドンキーにね、バナでももらってね、食べなきゃダメだよ。あははこれのプラネットチャンプ。あ、これですね。チップを、特殊チップを積んでて、で結構速く動く。でこれトップレーサーっていうのが前にあって、ワンツーと来て、で一応トップレーサーの3番目っていうことでこのプラネットチャンプっていうのがあるんですよ。で前のもすごく面白くて楽しかったんで、で今回僕もちょっと期待してみたんですけど、ちょっと速いし本当に速いので、スピード感良くて非常に面白いです。で画面になんかこう赤いところと青いところがあったりとかして、でそれでこう体力、まあ、車を直したりとかチャージしたりとかそういうことしてるみたいな。でただ一つだけ難を言うと、ちょっと視点が低い。あ、この自体のね。そう、そうですね。でもそれはやればそんなに気にならないから、で本当マルチタップで4人でできるレースゲームってちょっと見ないし、これは結構おすすめかなという気がします。ちょっとあのいつ出るんでしょうか。いつ発売ですか。じゃん。というわけで続いて何いきましょう。ですね、ベルダックさんのスーパーピンボール2。これね、これかっこいいのよ。
あのね、ゲームって何がいいかっていうと単純なものほど面白い。これまず基本ね。で、ピンボールっていうのはどこ行っても必ずある。で、アメリカはやっぱ一番ピンボール人気があって今でもあるし、で、このビハインダピンボールは2番目なんだけど、すっごくよくできてて本物のピンボールやってるみたい。でもピンボールやっぱりやり慣れてないとなかなかできないのよね。だから結構初めてやる人は難しいかもしれない。まあ、楽しいお話ね、いろいろ伺いましたけども、お名残惜しいですが、この辺でそろそろカイトとマイトの初心会レポートをさよならしたいと思います。いいか、 MK2 買うんだぞ。まだ楽しいレポートをお願いしますね。 NBA ジャムトーナメントにも出るぞ。95年3月発売予定。